にちは、ユーツールボックスのうーすけです。今回はロレックスマラソンで紹介していただいた5本のプロフェッショナルモデルを紹介したいと思います。初めての正規店訪問は何もなく、プロフェッショナルモデルはどれも大人気で、ステンレスモデルはどれもたくさんのお客様が探されているので、コンビとか金の方が競争率は低いかもと言われたため、ステンレスモデルは除外しようかなと考えになりました。2度目の正規店訪問で推しのスタッフを見つけました。希望のモデルを聞かれ、100万も500万もするものを現物見ないで決めるのは難しいですよねというと、親身にいろいろ提案してくれました。この時にカタログを見ながら、 GMT マスター2のコンビモデルがいいとか、妻はギバーローズ金ムクのデートラの方がいいなど、いろいろと盛り上がりました。しかし在庫はなく買えることに。とても接客が良かったので、スタッフのお名前をお伺いしたのですが、指名はできないので次の来店時は接客できるかわからないとのことでした。3度目の訪問時、入り口に推しスタッフがいましたが、接客に就いたのは別のスタッフでした。プロフェッショナルモデルなら何でもいいけど、ステンレスは手に入りにくいということなので、コンビモデルや金ムクのプロフェッショナルモデルを探してますと伝えたところ、ステンレスも選択肢に入れ、幅広く探された方が確実に買えると思いますと言われたので、ステンレスも見れれば嬉しいですねと伝えましたが、何も出てきませんでした。4度目の訪問の時は推しスタッフでした。この時にオイスターフレックスのブレスのことを聞いたところ、ヨットマスターのオイフレを出していただけました。軽さやフィット感も良く、スポーティーさにとても惹かれましたが、ヨットマスターはあまり好みではなかったので辞退させてもらいました。念のために辞退したら他のもの買えなくなるとかあるんですかと確認したら、大丈夫と言われましたが、在庫情報を他の人には言ってほしくないとのことでした。5度目の訪問時も推しスタッフについてもらいました。妻がリバーローズの金ムクデイトナがいいと言っていたの、イエローゴールドと勘違いしてたのか、金ムクのデイトナ黒文字版を出していただけました。デイトナは何年通っても出ないとネットで見てたので緊張しました。イエローゴールドのデイトナめっちゃかっこよかったですが、想像以上にギラついてたのでお断りしました。6度目、7度目は推しスタッフについていただくこともできず、割と塩対応なスタッフに当たってしまい、特に何もなく帰りました。8度目の訪問は推しスタッフについてもらいました。この時にはだいたいオイフレ、エバーローズのデイトナがいいなと心の中で決まっていたのですが、推しスタッフの方から、確か GMT マスターって興味ありましたよねと言われたので、まさかレフティかペプシかと思ったのですが、出てきたのはエバーローズゴールド金ムクの GMT でした。これまたレアなもの出してもらえたなと思いましたが、デイトナ金ムクと同様に派手すぎるために遠慮させてもらいました。もうエバーローズオイフルデイトナ一択になりました。あとは運命の日を待つばかりです。9度目も推しスタッフについていただくことができました。オイフルデイトナの在庫確認してもらったのですが、なんと布のかかったトレイを持って推しスタッフが現れたのです。ついにオイフルデイトナのお目見えかと思いましたが、違いました。中身は青サブだったのです。なんでサブマリーナか聞いたところ、何か見てもらった方が気持ちが上がるかなと思いましてお持ちしました。いつもいろいろ見せてもらってるのに粋な計らいで少し嬉しかったです。10度目も推しスタッフでした。オイフルデイトナ一択でしたので在庫確認してもらいましたが、残念ながら出てくるものはなく、次週末も来ることを伝え帰宅。1週間いろいろと情報を探していたのですが、なんだかいつもよりデイトナ購入のツイートが多く感じる気がする。毎日1ツイートくらい購入報告があるので、ロレックスがロット生産されていると考えたら、まとめて日本に輸入されてきてるのかも。
正規店にも仕入れられてるはず。しかも自分はレアモデルを何本も見せてもらえてる。自分にはデートの出してもらえるだろうと意気込み、予告していた週末に11度目の正規店へ向かいました。正規店へ向かうと店頭に推しスタッフがおり、今日来るって言ってたので待ってましたよと言われたので、高級ブティックならではのリップサービスかと思ってました。テーブルに案内され、いつものモデルでよろしいですか、文字盤は希望のカラーありましたっけと矢継ぎ早に問うので、チョコレートかメテオライトでと答えると、メテオはまだ入社して一度も見たことないですけど、ボイフレデートナーはあれば今日買っていきますかなんて聞くので、いつでも買う気でキンキン持ってきてますよと伝え、在庫確認へ行ってもらいました。戻ってきた推しスタッフがニヤニヤしながらトレイを持ってきました。トレイにはボイフレデートナーゲバーローズゴールドが載っており、キラキラと輝いておりました。推しスタッフに、本当に宣言通り来てくれてよかったですと言われ、購入に至ったわけです。その場で現金とカードでお支払いし、ついにデートナーを手にすることができました。妻にも今日あるかもと言って出てきたので、持って帰った時にはかなり驚いてました。これがデートナー購入までの流れでした。このやり取りが正解とは思えませんが、ロレックスマラソンのランナーの方たちのヒントや何かしらの手がかりになればいいかなと思います。走り続ければ必ず耐えると思います。完走を目指して頑張りましょう。こんなことで買えるんだと思った人、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。